皆様本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただめよりプロレスリングヒートアップとどろきアリーナ大会、開催概要、記者会見を行いたいと思います。本日司会進行を務めさせていただきます、川崎市麻生区出身、プロレスリングヒートアップリングアナウンサーの矢部芳生でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めにですね、プロレスリングヒートアップ代表田村和弘より等々力大会、開催に至った経緯並びに大会趣旨のご説明がございます。それでは田村選手よろしくお願いします。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。プロレスリングヒートアップ代表、川崎市多摩区出身の田村です。よろしくお願いします。まず、この大会に至った経緯なんですけども、僕らヒートアップ2013年の1月に、ヒートアップを旗揚げいたしまして、プロレスで社会貢献を掲げ、地域に根付いた団体を目指そうと思いました。これまで、私の地元であります、新百合ヶ丘大会、今6度大会を開催いたしまして、川崎市の、多摩区、麻生区の方面の方々に、たくさんの方々に、プロレスを知ってもらうことができました。今年、さらなる挑戦をしようと思いまして、川崎市の北部だけではなく川崎市全体をプロレスで盛り上げたいと思いまして、このちょうど川崎の真ん中あたりに位置しますこの等々力アリーナ大会開催を決意しました。等々力アリーナ大会、等々力アリーナなんですけど、こちらの方、最大集客数が6500席、めちゃくちゃ大きい会場になっております。ヒートアップではですね、過去最高集客数が、新百合ヶ丘大会で409名、10倍以上、これ違うんですけど、僕がこの等々力アリーナ大会をやるってやりたいって言った時に誰もがもう無謀だと、もう10人中9人やめた方がいいと言われました。だけど僕は挑戦を続けてみんなに勇気を与えていきたい。なのでこの無謀なる挑戦をし、川崎の皆さんにこう希望の光を見せたいと思います。で、今の力ではですね、とてもこう6500という大きな会場を埋めるのは難しいと思います。そこで発案したのがですね、川崎市北部からこう北から南までの町づくりリーダーを集結させて、この大会に携わっていただいて一緒にこの等々力アリーナ大会を盛り上げていこうと思います。この大会はですね、ヒートアップだけの戦いではございません。これは川崎総力戦として川崎市みんなで戦って大会を盛り上げていきたいと思います。その第一歩として、川崎市の都市ブランド推進事業にも、選定されまして、市役所の方々とも、タッグを組みまして一緒にこの大会盛り上げていきたいと思っております。終わった後にはこの地元川崎を、の魅力をですねアピールして、そして、皆さんにこの挑戦する勇気を与えていきたいと思っております。よろしくお願いします。田村代表ありがとうございました。それでは引き続きまして本大会の、大会概要をお知らせいたします。等々力アリーナ大会統括監督のプロレスリングヒートアップ山口よりご説明させていただきます。ただいまご紹介にあたりましたプロレスリングヒートアップの山口です。どうぞよろしくお願いします。以下今大会の大会概要に関してご説明申し上げます。大会名は障害者福祉いじめ撲滅チャリティー大会川崎を照らす希望の光
奇跡を起こせ2016です。で、会場の方は川崎市中原区の川崎市とどろきアリーナになります。こちらの会場は最大収容人6500名の大会場で、かつて1995年に一度だけ新日本プロレス様が、開催された会場で、今大会はそれ以来21年ぶりのプロレス興行開催となります。大会日時は2016年10月31日月曜日、17時半会場、18時半試合開始になります。今大会はプロレスの試合6試合以外にも、先ほど田村代表の方よりありました通り、プロレス以外での企画といたしまして、障害者雇用、川崎色輪っかつなぎさんとのコラボ作品展示、地元産の食材や地元食材を使った飲食店販売ブースの設置、入場チケットの川崎市民割引販売、青少年及び高齢者の方のご招待、所属並びに参戦選手のコスチューム展示会、そして私どもの同情生によるプロレスクラスの成果発表会、市民ボランティアスタッフの皆様の参加による一体型のイベントとして、私どもが旗揚げ以降一貫して活動してまいりました集大成を皆様にお見せしたいと思います。各市民グループの皆さんと一丸となって、お見せしていくものに関しましては、各企画の内容などは後ほどご説明いただいております各市民グループの代表の方々にご説明をさせていただきます。ありがとうございました。それでは、とどろきアリーナ大会の、対戦カードを発表させていただきます。第1試合、川崎総力戦開幕、とどろきアリーナ21年ぶりのプロレス再開、6人タッグマッチ20分一本勝負、 X 飯塚優阿部文則組対レオナ高梨正弘新井健一郎組、こちらがオープニングマッチとなっております。第2試合、ガトムジェネレーション、現代に降り立つ伝説の女帝、6人タッグマッチ30分の本勝負、こちらはヒートアップと、提携団体であります、タイと日本で活動されていらっしゃいますガトムムさんの女子プロレス提供試合になります。こちら出場選手は、現在調整中ではございますが、このカードの中に同じ川崎市に拠点を置きます女子プロレス団体ワールド女子プロレスディアナさんより、なんとジャガー横田選手の参戦が決定しております。第3試合です。第3試合、とどろきドリームタッグ、ドエンカとド根性タッグマッチ30分一本勝負、チャンゴ最高組対近藤ド根性広志星中志郎組。第4試合、レスリングマスターズ2026鬼のかくらん、6人タッグマッチ30分一本勝負、中村大輔、ロッキー神楽、藤田美濃組対那須幸太郎、渡辺宏、藤原義明組。第5試合セミファイナル、ヒートアップ対全日本プロレス川崎決戦、明るく楽しくそして熱く8人タッグマッチ60分一本勝負、全日本プロレス青柳優馬、中島洋平、ジェイクリー、大森隆夫組対石田真也、岩本浩二、金平大輔、藤波辰巳組。第6試合メインイベント、川崎を照らす希望の光、奇跡を起こせ2016時間無制限一本勝負、田村和弘対鈴木実。以上全6試合でございます。それでは本日、席の出場各選手に一言ずつ意気込みを頂戴したいと思います。それではオープニングマッチ出場いたします、飯塚優選手お願いいたします。7月にデビューさせていただきましたプロレスリングヒートアップの飯塚優です。大会のテーマは希望に変える化石の光ということで、デビューしたばかりでこのような大舞台に挑戦させていただくということで、多くの人が無謀と思うと自分は考えるんですけど、オープニングマッチ熱い試合で大きな舞台を熱くヒートアップさせ
させれるよう頑張ります。よろしくお願いします。以上です。飯塚選手ありがとうございました。続きまして第3試合でレジェンドレスラー星永選手とタッグを結成いたします。近藤ドコンチョプロ選手お願いいたします。はい、第3試合をさせていただきます近藤ドコンチョ選手です。ドコンチョ僕は名前にもドコンチョが入っている通り気合そして元気いっぱいに試合をさせていただいております。そして今回は越中さんというとても強大な頼もしいタッグパートナーをタッグをさせていただきますが、自分がヒートアップの所属の自覚を持ち、この試合が一番熱いと言っていただけるように頑張ります。そして僕とプロレスを出会ったのは川崎市であり、それまではずっと野球をやってたんですけども、プロレスとは全く無関係でした。ただ川崎市とそして田村代表と出会い、プロレスを通して自分も成長し、そして何よりも川崎市の皆様がすごい協力していただいて自分はここまで頑張ってこれました。プロレスファンの方に伝えるのはもちろんですけれども、まだまだプロレスを知らない川崎市民の方に、プロレスはこんなにワクワクするんだよ、熱いんだよ、ヒートアップはすごい熱いんだよ、そしてど根性はど根性だというところを伝えられるように頑張ります。よろしくお願いします。以上です。近藤選手ありがとうございました。それでは引き続き第4試合で藤原組長とタッグ結成いたします渡辺博選手、お願いいたします。第4試合に出場いたしますプロレスリングヒートアップ渡辺博です。現在日本は混沌とした時代の真っ只中にいます。青少年のいじめや自殺もそうですけども、経済の面でも一時ほどひどくはなくなりましたが、まだまだ景気が回復したとは言い難い状態であります。そんな中、多くの人たちが仕事を失い、地位を失い、お金を失い、命まで失うということが、後を絶ちません。そんな中で人々に勇気と希望と活力を取り戻していただきたい。そのためにはやはりスポーツが一番いいツールになるのではないかと。その中でもプロレスリングがうってつけのコンテンツになり得るのではないかと思います。まずはこの川崎市から勇気と希望と活力を取り戻していただき、その輪を全国に広げることができればと思う次第であります。10月31日は、皆様テレビのプロレス中継などでもおなじみでした藤原義明さんと、チームを組ませていただきます。藤原さんのお力も借りつつ、当日は川崎市民の方たちに勇気と希望と活力を取り戻していただけるような試合ができればと思います。以上です。ありがとうございました。渡辺選手ありがとうございました。それでは続きまして、セミファイナルで全日本プロレスとの対抗戦出場いたします金平選手、お願いいたします。ヒートアップ所属の金平大輔です。全日本プロレスさんは歴史のある団体だと思います。でもヒートアップはこれから歴史を作っていく団体だと思ってます。僕は歴史のある団体よりもこれから歴史を作る団体の方が上だと思ってます。個人的に気になっている選手はジェイク・リーさんと青柳選手です。必ずヒートアップのプライドをかけて勝ちに行きたいと思います。ありがとうございました。金谷選手ありがとうございました。それでは最後に、メインイベントで鈴木みのる選手とシングルマッチを行います。田村和弘選手お願いいたします。昨日の新百合ヶ丘大会で、鈴木みのる選手との、シングルマッチをさせていただきました。この大会の、題名にもあります、希望の光
無謀なる挑戦ということで、どちらかというと今トロキアリナっていう大きい会場をどうお客さん入れるのかっていう話題の方が先行してしまってるんですけども、やはり僕はプロレスラーなのでリングの上でその無謀を希望に変えた姿を見せたいと、その相手として鈴木みのるさんを指名させていただきました。多分ここにいる皆さんも10人中10人が鈴木みのるさんが勝つだろうって思ってると思います。ですけども僕一人が勝つって思ってれば僕はそれでいいと思います。僕が勝つことで希望の光を川崎の皆さんに見せて、この立ち向かう勇気っていうのを皆さんに与えていきたいと思っております。鈴木みのるさんには何の因縁もございませんけども、一言言わせていただきます。鈴木みのるさん、喧嘩売らせていただきます。以上です。ありがとうございました。それではこれにて対戦カードの発表を示させていただきます。続きまして、大会同時開催の各種催し物につきまして、各団体代表者様より詳細のご説明がございます。まずは今大会障害福祉支援リーダーであります田園調布学園大学、加納秀俊様よりお願いいたします。今、ご紹介に至りました、田園調布学園大学の加納と申します。この大学は川崎市麻生区にある、福祉と教育の専門の大学です。今回、障害者雇用の支援のリーダーとして、川崎市総力戦ということでお手伝いをさせていただきます。今まで障害を持たれた方々がこのようなイベントで行うその障害者の雇用仕事というのが、チケットのもぎりであったり、またはチラシの調合という決まった仕事ばかりでございますけれども、今回はやはり、田村代表も言ったようにこうチャレンジをする、その希望に向かって頑張るということでございますので、コンセプトといたしましては、その障害を持たれている方々、20名か25名の方にも参加いただきますけれども、ぜひその障害を持たれている方々にも今できることをやってみたい、このプロレスの運営準備の仕事をぜひチャレンジをしてもらおうと、そんなようなことを考えております。でもう1点が、障害者の福祉施設の法人の職員の方々にも今までとは違った形で、障害者の方々に仕事の体験をしてもらうというアイデアもいただきながら、チャレンジをしてこのプロレスの東京キャリア大会を盛り上げていきたいというふうに思います。最後に、やはりこの神奈川県で、相模原で悲しい事件がございました。障害を持たれている方々がなかなか社会に踏み出す勇気が、少し失われつつあります。ぜひこの届けアリーナ大会でその一歩を踏み出していただきたいというふうに思っております。以上です。加納先生、ありがとうございました。続きまして、川崎いろはふかつなぎ実行委員会委員長浦瀬茂人様、お願いいたします。はい、川崎の宮前区出身の、川崎いろはふかつなぎ実行委員会、委員長をやらせていただいております、浦瀬と申します。この、いろはふかつなぎというのをご存知でない方も多いと思いますので、そこからまずちょっと、ご説明させていただきます。川崎の、これも、ヒートアップと同じなんですけど、川崎をなんとか盛り上げたい、川崎の、地元愛を、育みたい、川崎を一体感、川崎の一体感を高めたいという思いで始めた、取り組みです。川崎をの産物、自然物から20色をまず選んで、川崎折り紙という20色を作りました。それをこのような、今ちょうど手元にあるんですけれども、6等分した短冊状にします。それを、輪っかとしてこうつないでいく、皆さん多分やったことがあると思うんですけれども、誕生日会であるとか七夕の飾りであるとかというものを
このオリジナルの20色、川崎を代表する色ということで20色をつないでいく、イベントをやっております。そのつないだものを、実は多摩川の河川敷で、大きなビッグアートにしている、イベントです。今年で3年目を、ちょうど終えたばかりで、今年は5437メートルつなぎました。輪っかの枚数でいくと15万枚です。これも田村、代表がおっしゃってたようにすごく無謀な、チャレンジでした。まあ、15万枚も輪っかを用意して、そんなもんみんなつながんないんじゃないかって言われてた、取り組みです。でも、まあ、3年間やって、6万枚、10万枚、15万枚と増えてきています。それでこの、取り組みを、10月31日のリング脇で、一つのビッグアートを作ろうと思っています。まあ、ここまで大きいものは作れないんですけれども、ミニビッグアートということで、ヒートワッカと名付けました。ヒートアップさんの、マークに入っている最後のビッグ矢印型ビッグリマークを、リング脇に作ります。まあ、今回多分皆さんにつないでもらうのは1万枚ぐらいなのかなと思っております。ここにプロレスファンの方もそうですし、これに関わる障害者の方たち、それと市民の方たちが、みんなの思いを込めて、メッセージを書き込んだ色アップをつないでほしいなと考えております。まあ、この話をいただいたのは本当に、まだ2週間ぐらい前なんですけれども、田村さんの熱い思いに、触れまして、一緒に川崎を盛り上げているんだな、僕らの気持ちとぴったし一緒だなと思っているので、いろんなコミュニティをつなぐ、色アップも、これに参戦したいと思っております。川崎総力戦、参戦させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。村瀬委員長ありがとうございました。それでは最後に川崎正樹、理事であります山本義勝さんお願いいたします。ご紹介に預かりました川崎正樹社団法人、理事の山本と申します。私どもですね、川崎市の魅力を育む伝えるという、事業を推進させていただいておりますが、主に、今月川崎経済新聞というメディアを立ち上げました。そして、ですね、川崎市の、農家さん、生産者さんと連携を取りながら、月に1回武蔵小杉の駅でマルシェをさせていただきます。そして、あと年に3回川崎市の畑、農家さんの畑でですね、農園フェスという、大きなイベントを、開催運営をお手伝いさせていただいて、ております。今回ですね、私たちも参戦させていただくわけですけれども、総力戦ということで、リングの上だけではなくて会場作りも総力戦でいきたいと思っています。皆さんご存知のように川崎市には、本当に素晴らしい、生産者さん、そしてものづくりの方々が、たくさんいらっしゃいます。そういった方々とタッグを組みながら、楽しい会場作り、そういう競合を集めて会場を盛り上げていきたいと思っております。はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございました。山本理事ありがとうございました。それでは続きまして、プロレスクラス発表会の詳細をプロレスリングヒートアップ近藤ど根性博士よりご説明いたします。近藤選手お願いいたします。はい、この度、プロレスクラス発表会を担当させていただきます、近藤ど根性博士です。今回の、プロレス発表会の目的は、目標を持って目標に向かって、努力することの大切さ、そして運動することの大切さ、楽しさを、道場の通っていただいている大人の、会員の方に、体験していただきたいと思い、代表の田村と、話し合い、今回、発表させていただく、運びとなりました。先日、新百合ヶ丘大会で、キッズクラス、同様に、我々はキッズクラスの教室もやっておりますが、発表会があり、子どもたちが大変楽しそうに、前回やったよりもうまく発表会ができたときに、道場に通われているある男性の方が、あ、すごいですね、やっぱり楽しいですね、次、僕も時々に発表会に参加させていただくので、頑張りたいですと言っていただきました。
その男性の方はなんと中学校以来の運動らしく、今、毎回週に3回、4回と、積極的に道場に参加していただいております。プロレスの我々のヒートアップ道場ではもちろん筋トレ大好きな方より男性の方や女性の方、そしてなんと中学生も今現在2名楽しく通っているそんなヒートアップ道場であります。それでそのためにみんなでプロレスを楽しみたい、せっかくなら大きなリングの上で発表会という形でこのプロレス発表会をすることによって子供だけではなく大人もワクワクしたり、何かものに向かって目標に向かって頑張るっていうところを体験していただきたいなと思っております。そして、我々の、まあ、ヒートアップだけではなくプロレスはもちろん戦いであるので、勝つ負けるというのもあります。ただそれ以外にも信頼関係がないとできない動きだったり、プロレスは信頼関係の、元に成立する場面もあります。今回の発表会は試合ではもちろんレスラーではないので、参加されている方が怪我をされてしまうと、やっぱり怪我をすると一番楽しくないと思うので、イメージで言うと空手の型みたいにこうプロレスの動きをどっちが早く動くかとか、プロレスの取り合いとか技術のテクニックの見せ合いという部分を主に、テーマに置いて、まあ、安全に、ことを運ぶように、今回の、プロレス、教室の発表会という形で轟、き大会、させていただきます。私からは以上です。近藤選手ありがとうございました。以上で共催イベントのご説明を終わらさせていただきます。それでは質疑応答に移らせていただきたいと思います。本日お集まりの皆様、何かございましたら挙手でお願いいたします。じゃあ、すいません、まず記者会の幹事社のご挙手の方、ありがとうございます。ちょっと自分で細かいところチケットは、はい、もう前売りは決まっているんですか？そうですね、前売りの方はさせていただいております。で、問い合わせ先はこのヒートアップの携帯番号で、はい、ちょっと免許で教えてください。同時開催のイベントで使っています障害者協力福祉で、先ほどの、まあ、障害者のできることをチャレンジしてもらって具体的にであれば、その施設の職員の方が、障害を持たれている方3人に対して1人つくような、そんなような、形でということなんですが、まあ、電気学園大学福祉の大学でございますので、その福祉を学んでいる学生にもですね、サポートに入っていただいて、昨日の心理大会では10名の障害を持たれている方に職員の方が3名ほど疲れてたんですが、その倍以上の障害を持たれている方々ですので、まあ、学生のサポート体制も充実させて、設営の準備というのはなかなか、まあ、今回知的の障害の方とか精神障害の方とか、障害種別はあまりこの部分は、まあ、問わない形で募集をさせていただこうというふうに思っておりますので、それに合わせて、まあ、サポート体制を充実させて、できる限りですね、まあ、職員の方にもご相談させていただきながら、今障害を持たれている方がやっていること以上のですね、何かこういうことをやってみたいというご意見があればそれを実現させて、できるような形で考えております。まあ、今の意見ご説明に対して補足説明をさせていただきます。私どもで今考えております障害者の方の作業内容に関しましても、具体的に言いますと、アリーナ内の養生シートの設置、そして座席椅子並べ、そして座席椅子の方に貼り付けます石板札の貼り付け、そしていつも心理外科大会の方でしていただいているチケット文字ですね、あと再入場確認、
と、あとですね、今回かなり大規模な大会になっております。で、普段ではやらないようなことを、例えば最寄り駅から会場までの交通誘導、会場周辺の違法駐車などの、流しですね、ここに止めないでくださいとかいうこと、会場の入り口はこちらですっていう誘導の係の方も考えております。で、先ほど加納先生より説明してありました通り、今まで以上の職域、職幅、作業内容を経験していただいて、こういうことをしたいと思っていただけるきっかけになればと思っております。以上です。やってもらうのは、市内のどこの施設かですけど、ご主張者ってどういうふうに決めるんですか。ですね、まずは市役所 の、 障害就労雇用の担当からがございますので、そちらにはご相談させていただいております。で、その中で関東市内仕事センターがございまして、でそちらにもご協力はいただきますが、それだけではなかなかですね、こちらの意図に合うような方々が、エントリーするというのは難しいところもございますので、もうすでにですね、関係のある福祉法人のところにもですね、ご相談させていただいて、今いくつかお手を挙げていただいているという状況になります。今じゃ市内の福祉施設を含めて、その市内の福祉施設をください。じゃあ各社お願いします。はい、それでは他にご質問すみません、地元の朝日新聞です。今関連イベントの方から先にちょっとお伺いさせていただきたいんですけども、山本さんがやってらっしゃる川崎の先の件なんですか。先ほど、市内には素晴らしい生産者、ものづくりの人がいて、その人たちとタッグを組んで盛り上げたいというお話をされてたんですが、具体的にはですね、どういったことをその当日はなさろうという予定なんですか。そうですね、まだ会場のレイアウト等と規模等の相談なんですけれども、間違いなくやりたいなと思っているのは、五花さんにですね、川崎市内の伝統野菜を作られている方々もいらっしゃる、たくさんいらっしゃいますので、そういった例えばお野菜をそのまま販売するというのもございますけれども、加工品ですね、ジャムですとかジェラートとか、例えばあとはハーブソーセージとか、そういったものも今おっしゃったのは、その市内の農家による農産物や加工品の販売を会場でやるっていう。はい、そうです。ロビーになると思うんですけれども。はい。大体その規模というかですね。ちょっとまだレイアウトの方の会場作りの方ですからね。そこから、何件の、ブースを出すとか、あとは、ただ、その中でもやはりこちらにもやはり吟味をしたりとか、したいと思いますので、そういったブースの数も鑑みながら推進、一方ということよりかは複数でっていう意味で、もちろんです、一つじゃないです。こちらも総力戦と思ってます。はい、こちらに関してもお話の方がございます。はい、先日トロキアリーナの方に行きまして、広さロビーの方にですね、設置ができる広さを測量してまいりました。で、基本は1ブースに対して、テーブル 1.8 メーターのテーブルを1本、でこれを10から12、3ブース用意できます。ただ、保健所の指導の方と、保健衛生の観点から、調理したものを出すことっていうのが、ちょっと難しい状態になってますので、先ほど山本さんがおっしゃったような農作物の販売、もしくは加工済みのものを販売する、そういう形になります。で、今回は、総力戦という先ほどから何回も出ているキーワードがございますので、できる限り多くのブースの方に、ご参加いただければと思っています。こちらも現在、募集をかけている状態です。はい、以上です。ありがとうございます。それから村瀬さんにお伺いするんですけど、非常に面白い試みをなさっていらっしゃるなと思うんですが、当日そのマークをですね、はい、試合の前にやるっていうことなんですかね。ですね、ちょっと、詳しく説明しますと、一番前と先ほど申しましたけど、大体300メートルぐらいなんです、一番前で。
300〜400m の間ぐらいにある。一万枚ってこう短冊みたいなやつを回すと1個になるじゃないですか。これが1個がよ。これが1万個。1万個ってことですね。で、この実際の本番の時は15万枚。はい、まあ、一応1万枚を目標として、例えば昨日の新百合の大会でも少しつないだりとかして、まあ、昨日ちょっとキックオフ的に始めて、これから芋浜とか、いろいろまだ転生をされるそうなので、そういうところでつないでいくこともそうですし、先ほど加納先生の方からおっしゃってくれた福祉施設でも事前にちょっとつないでおいてもらうとか、そういう準備をやります。それでもちろんここに並んでいる、レスラーの方たちも、練習の合間とかそういう時に、つないでもらう。あとは、今ちょっと考えているのは少し、まあ、ビートアップのファンの方たちに少し郵送してちょっと、願い事だけ書いて演奏してもらうみたいなことも、考えて、とにかくこれも総力戦で、ヒートアップを盛り上げたいという方たちにヒートアップに対する思いを、書き込んで、送り返してもらったり、その場に持ってきてもらったりということをできたらいいなと思っています。それでこのただそれでも多分きっとできるのはその今回新しくつないでできるのは多分ここの輪っか、丸ぐらいなのかなと思っていて、実はこの大きな方の矢印は、この時に作ったものがまだ残っています。15万枚残っているので、それをちょっと再展示しようかなと思っています。まあ、みんなの思い、川崎のみんなの思いがこもったものなので、この本当に1日この5437メートルをつないだだけではもったいないなということで、実は、10月そのこの、取り組みの前に、このイベントの前には、ここの川崎市庁舎の、第三庁舎ですね、第三庁舎のホールのところでも、その一部を飾り付けることになっておりますので、まあ、そういう意味で川崎を、まあ、口はばったいんですけど代表するようなイベントに僕らも育てたいと思っているので、皆さんの協力のもと、いろいろな、今度の、ヒートアップの時とかもすごい話題作りになればいいのかなという思いで、やっております。すいません、ある程度事前に作っておいて、当日の試合の前に完成させる。当日の試合の日も、入場というか来ていただいた方たちはもちろんつないでいただいて、まあ、どういう形にちょっとその辺もまだ、考えていないんですけれども、出来上がりましたっていうことで最後の、メインイベントの前とか後に発表するっていうこともありなのかなと思っています。その辺のタイミングは、ちょっとそのリングの脇を作って、ちょっとイメージがわからないんですけども、それぐらいの1万個ぐらいだと長さってどれぐらいになるの？ちょっと待って、計算してください。30メートルぐらいなのかな。リングの脇って言っても、リングのすぐ脇には観客の椅子が置かれるので、その後ろっていう形になると思います。すみません、あともう一つだけ、田村代表にお伺いします。すみません、地元の新聞なんで、もうちょっとローカルな話を、はい、お伺いして恐縮になります。田村さん、川崎のご出身じゃないですか。はい、川崎のご出身は何区になるんですか？多摩区になります。多摩区出身、はいはい、もうずっと川崎ですか？ずっと川崎です。小中高、はい、仕事してたのもずっと川崎。川崎です。川崎市内。はい、で今リングが、道場が朝奥ですね。はい、立ち上げられたのって、はい、もうしばらく前だったと思うんですけども、はい、正確に言うとすみません、何年でしたか？2013年の1月旗揚げになります。1月旗揚げ、はい、その旗揚げの時から麻生区でしたっけ？ちょっと映ってきたとイメージがあったんですけど、そうですね、旗揚げ戦は下北沢なんですけど、そちらの方は僕のデビューした場所だったので。なるほど。そちらを、はい、じゃあ道場を麻生区に設けられたのっていうのはいつですかね？今年の1月です。じゃあやっぱり川崎に凱旋してきたっていう感じ？そうですね、はい。
先ほどあの皆さんに川崎の思いを語っていただいたんですけども、はい、もう生まれ育ちが川崎ということになると川崎への思いもひとしおだと思うんですが、はい、川崎のでまあへの思いということとですね、はい、それからやっぱ川崎市民にとってみると等々力アリーナって、はい、まあ、ちょっと特別な場所じゃないですか、はい、等々力アリーナぐらいのキャパシティのところでやられるのは失礼ながら初めてかと思うんですけども、はいはい、その等々力アリーナでやるっていうことのへの意気込みっていうか市民の方々へのメッセージみたいなのを聞かせてください。そうですね、やっぱりずっと生まれ育ってきた川崎なので、等々力アリーナもやっぱり僕中学高校とハンドボールをやってまして、試合もその等々力アリーナで、行ってました。成人式も等々力アリーナでやらさせていただいて、すごい馴染みがあるので、やっぱりその川崎市を盛り上げるったら等々力アリーナかなと。で、まあ、この会場とても大きいですが、ぜひ、ね、川崎市の皆さんのお力をお借りして、この川崎の魅力をアピールしていきたいと思っております。川崎って最近あんまり暗、はい、ニュースが多いので、はい、川崎の魅力って田村代表にみんなにとって全然結構なんですけども、はい、川崎の魅力って何ですかね。僕はやっぱりこの大会というか、川崎にプロレスを根付かせようと思って、いろいろこう街づくりのいろんなイベントとかに参加させてもらったんですけど、人のつながりっていうのがとてもこう温かくて、ここでしかない温かさというか、なんかあるとやっぱこう誰々知ってるとか、うん、誰々知ってるとか、みんな結構つながってたりするんですよね。だそういう温かさが川崎市には僕はあると思いますので、この大会でもその温かさも感じさせるような大会にしたいと思っております。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、ご質問。いいですか。はい、すみません、ちょっと早く教えていただきたいんですが、これ、等々力アリーナが2回目ということなんですけど、で、もう東京都が高齢者のいろいろ、プロレスの、選手とか、いろいろ場所があると思うんですけど、これ、逆に言うと、等々力で今までこんだけの長いプロレスやってないっていうのは、どういった理由かなんですか。多分、会場としては結構いい会場だと思うんですけど。それは私の方からご説明いたします。先ほどから、川崎市の魅力は何かというのをお伝えしていると思うんですけども、今度はプロレス界という狭い業界の中で、物事を考えてみました場合、やはり大きな団体であったりビッグマッチと呼ばれるのはどうしても、例えば両国国技館であったり日本武道館であったり横浜アリーナであったりという、まあアクセスが良くて首都圏東京の中心から割とアクセスが近いという場所に偏りがちになっております。でもっとより広島だ名古屋だというと、地方都市に行けばその都市でのビッグマッチは可能なんですが、どうしてもその距離的なもので、まあ、良くも悪くも、まあ、ちょっと中途半端といいますか、川崎でやるぐらいなら横割でやろうよ、僕でやろうよっていう風な方が、まあ、安直な考えとして、まあ、簡単に集客を見込めるという部分で今までなかなか手をつけなかった部分が大きいと思います。で実際大きな団体であったとしても地域に根ざしたそういう営業活動を今なかなかできない状況に、ありまして、まあ、ある意味空き家というか誰も手をつけないという部分で地域密着型のプロレス団体が最近増えてきております。しかもそれは広島であったり東北であったり沖縄であったり本当の地方都市初の地域密着団体が多かったんですが、今回田村代表の方は川崎というところでもっと頑張りたい、川崎を活性化させたい、川崎であえて横合いでもなく両国でもなくあえて届いてやるっていう意義を見せたいというのが今大会のそもそもの発祥でありますので、はい、なかなか見つめていく
非常にその時点で申し上げます。それが障害者が、はい、チャリティーが一名撲滅っていうのにつながるっていうのは、またちょっと違ったモチベーションというか、気持ちがあってのことだと思うんですけど、玉田代表はこの常にこういうイベントでこう障害者とか、一名撲滅っていったことをテーマとして掲げている、はい、その個人的なそのモチベーションみたいな、原点みたいなものを改めて。はい、やっぱその最初旗揚げした時にあのプロレスで社会貢献をしていこうと、でそこでか、僕の姉があの障害を持っておりまして、ダウン症と心臓病と持ってまして、あのまあどうしても障害者の方がこう偏見っていうのは、まあ、なくならないものだと僕は思っております。ですけども、僕らみたいなこう、まあ、言っちゃうんですけども、レッスンだと思うんですよ。そういう人たちを障害者の方々とタッグを組むことによって、じゃあ一緒にこう盛り上げられる、大会っていうのを目指していこうと、考えました。まあ、弱き者に、こう手を差し伸べるじゃないですけど、それがあのプロレスラーの役目でもあり、またこう勇気を与えるのもまたプロレスラーの役目だと思っております。で、若い世代に、僕らのトドロキアリーナ大会だけじゃなくて、どの大会でも高校生以下まで、無料にしてます。これはやっぱ若い人たちに夢やこう目標を持つ大切さを知ってもらいたいなと思って、僕らの戦いを通してそういう思いでこう明日への活力になったらいいなと思って、無料興行をやっております。やっぱその人を育てるプロレスっていうのもまた新しいプロレスなんじゃないかなと、うん、まあ、そこを目指して、やっていきたいなと思います。ありがとうございます。それでは、ご質問を取りますでしょうか。全部記者に組まれてますが、はい、で簡単に今、大会の見どころになりそうな。はい、ですね、この全6試合、組ませていただいたんですけども、どの試合もカラーが全部違っていると思います。第1試合はもう若手の試合、第2試合が女子の試合、第3試合がこのうちの気合を見せる試合で、第4試合が、テクニックですね、往年のレスリングを見せれる試合で、第5試合が僕らが、メジャーに挑む試合、そして最後が僕がですね、無謀にも果敢にもこう立ち向かっていく試合、この全部カラーが違う試合をですね、お見せできると思っております。一番の見どころは自分じゃないですかね。全て終わり良ければ全て良しと、勝って全部良しで終わらせたいと思います。ありがとうございました。それでは、ご質問他にございますでしょうか。それではご質問もしこれで、何ですか。失礼いたします。どうでしょうか。本田さんにお願いします。はい、今ご取材させていただきます。はい、まあ、障害者、はい、